ノアの息子のセムから数えて10代目のアブラハムはカナンの地に行き、神から祝福を受けて、すべての民の祝福のもといになると約束されました。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。アブラハムの子であるイサクには双子が生まれます。弟ヤコブは兄エソーに代わり祝福を受けましたが、エソーは怒り、ヤコブを殺そうとします。ヤコブは叔父ラバンのもとへ逃れ、その二人の娘と結婚するのですが、ラバンとの関係が悪化すると、再びカナンの地に戻りました。またヤコブがラバンの顔を見るのに、それは自分に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた。あなたの先祖の国へ帰り、親族のもとに行きなさい。ヤコブには12人の息子が生まれ、彼はとりわけヨセフとベニヤミンを可愛がりました。ヨセフは兄たちに嫌われ、エジプトに売られてしまいます。時にミデアン人の商人たちが通りかかったので、彼らは銀20シケルでヨセフをイシマエル人に売った。しかし、このエジプトに売られたヨセフがやがて一家を救うことになるのです。